144。そいつは面白い。一つかけてください。私も塔からかかってみたいと思ったんです。しかし、かかりきりで目が覚めないと困るな。なーに、大丈夫です。それじゃあやりましょう。相談はたちまち一決して、主人はいよいよ催眠術をかけられることとなった。我が輩は今までこんなことを見たことがないから、心ひそかに喜んでその結果を座敷の隅から拝見する。先生はまず主人の目からかけ始めた。その方法を見ていると、両眼の上まぶたを上から下へと撫でて、主人がすでに目を眠っているにもかかわらず、しきりに同じ方向へ癖をつけたがっている。しばらくすると先生は主人に向かって、こうやってまぶたを撫でていると、だんだん目が重たくなるでしょう。と聞いた。主人は、なるほど、重くなりますな。と答える。先生はなお同じように撫で下ろし撫で下ろし、だんだん重くなりますよ、ようござんすか、という。主人もその気になったものか、何とも言わずに黙っている。同じ摩擦法はまた 3,4 分繰り返される。最後に天木先生は、さあもう飽きませんぜと言われた。かわいそうに主人の目はとうとう潰れてしまった。もうあかんのですか。ええ、もう飽きません。主人は黙念として目を眠っている。我が輩は主人がもう目くらになったものと思い込んでしまった。しばらくして先生は、開けるなら開いてごらんなさい、到底開けないから、と言われる。そうですか。と言うが早いか、主人は普通の通り両眼を開いていた。主人はニヤニヤ笑いながら、かかりませんな、と言うと、天木先生も同じく笑いながら、ええ、かかりません、と言う。催眠術はついに不成功に終わる。天木先生も帰る。その次に来たのが、主人の家へこのくらい客の来たことはない。交際の少ない主人の家にしてはまるで嘘のようである。しかし来たにそういない。しかも珍客が来た。我が輩がこの珍客のことを一言でも記述するのは単に珍客であるがためではない。我が輩は先刻申す通り大事件の予覧を描きつつある。しかしてこの珍客はこの予覧を描くにあたって一すべからざる材料である。何という名前か知らん。ただ顔の長い上にヤギのようなひげを生やしている四十前後の男といえばよかろう。明帝の美学者たるに対して我が輩はこの男を哲学者と呼ぶつもりである。なぜ哲学者というと、何も明帝のように自分で振り散らすからではない。ただ主人と対話する時の様子を拝見していると、いかにも哲学者らしく思われるからである。これも昔の同窓と見えて、二人とも応対ぶりは至極打ち解けたありさまだ。ああ、メーテか。あれは池に浮いてる金魚符のようにふわふわしているね。先だって友人を連れて一面識もない家族の門前を通行したとき、ちょっと寄って茶でも飲んでいこうと言って引っ張り込んだそうだが、ずいぶんのんきだね。それでどうしたい。どうしたか聞いてもみなかった。そうさ、
まあ天秤の鬼人だろう。その代わり考えも何もない、全く金魚符だ。鈴木か、あれが来るのかい。へえ、あれは理屈はわからんが世間的には利口な男だ。金時計は下げられる太刀だ。しかし奥行きがないから落ち着きがなくてダメだ。円滑円滑というが、円滑の意味も何もわかりはせんよ。名店が金魚符ならあれは藁でくくったこんにゃくだね。ただ悪く滑らかでブルブル震えているばかりだ。